それでは講義を始めます。みなさんこんにちは。レック東京リガルマインド専任講師の松浦です。それではこれから2021年合格目標国家総合職法律区分自動験生講座憲法第1回ユニットワンを始めます。この講義の目的は国家総合職の五種択一試験ですねまずねでこれの憲法の回答に必要な知識そのインプットとアウトプットをやっていきます。 はい、えー、教材の確認ですがまずハイレベルテキスト、えー、これを使っていきますがあの随時ですね「版、あのー、書」っていってですね、あのー、マイページのところに PDF でこうアップされているものがあるので、まあ、できればプリントアウト、まあ、プリントアウトしなくても大丈夫ですけどしていただいてお手元に置いて勉強を進めていってください書、レジュメのことを、ね、書って読みますで目標はこのハイレベル演習のこの過去問の問題集これができるようにするのが目的です。 じゃあまずテキストに入る前に簡単にこの番書を使ってはい、えー、ガイダンスさせていただ,いただきます、はい、じゃまず初、えー、めにっていうことで、まあ、今日はあのこのガイダンスとね、えー、平等権等、まあ、思想行使の授業ちょっと入りますで主要教材がハイレベルテキストとそれからハイレベル演習ああテキストはあくまでも手段で演習の問題ができるようにするのが目的ですで えー、まずあの憲法は法律科目法律科目は条文でできていますで、えーまあ、その正解は条文判例学説の順番です条文があったらそれが正解条文にはっきり書いてない場合は最高裁判所の判例が正解条文も判例もない場合は学説の通説が正解になりますそのまず条文なんですが まあ条文は通常、まあこのようにえあの箇条書きの文章ですね。憲法は一条から九十九条まであります。で、えー、それで条の中で中身を細かく分けたいときは項、で項の中でさらに細かく分けたいときは号。条項号の順番になります。例えば民法十三条一項一号ってのは、あの非補佐人っていうちょっと知的能力の低い人があのできない一人でできないことが書いてあったりするんですね。 ここれを省省略略すするる場場合、合んな感じで省略する場合があります。まずこの S を2つ重ねた記号セクションこれは乗って意味だからセクション13って書いてあったら13乗って意味です。で大きいローマ数字これは「こう」って意味だから大きいローマ数字で1って書いてあったら1個って意味です。で,丸数字が5ですで。通常はこの乗交合の順番で、えー、細分化していくんですが、まあ、憲法の場合には乗の後にいきなり5が来る場合もよくあります。はい。 で条文があったら次は。判例が正解な。なあ、ちなみにこれ今板書の二ページね。はい、えー。判例が正解になります。で判例は。あの無数にあるので。ランク分けします。で三つ星が一番重要な判例。まあこれは大体ね。あの結論までのプロセスについても理解って書いたんだけど。まあ論点が大体二つ以上。あります。で論点一なのが、えー。この二つ星判例。 だって結論という理由だけを簡単に覚えればい,いで最後は一つ星判例これはまあ結論だけを覚えれば、OK、あの判例以外は白い星でね三つ星二つ星一つ星で重要度を色分けしていきます。でまずこの三つ星の最重要判例これはあの判決の結論として違憲と合憲がある中で違憲判例っていうのはまあ 国民の代表者である国会議員たちが作った法律が人権侵害をしていたって憲法に違反していたって判例なんでなって,てもこっちが大事です。あの合合憲憲憲憲よりも違違の方が大事合憲は憲法に違反してないことですで違憲判決は、まあ、たくさんあるんですけどその中で試験テクニック的に是が非でも覚えてほしいのがこの11代違憲判決です。ね、他は出な,い出ないと思いますけどね稀に出ますけどとりあえずこの11個だけ覚えておいてください。で あの、違憲判決には全部名前がついております。固有名詞がついている。で、この名前の右側に出ているのが、この事件で犯された、侵害された人権です。今日勉強する、この平等権。いきなり五つ、違憲判決があるので、今日の講義は大変重要です。ね、あと残り六個ってことになりますから。で、この固有名詞がついていない判例は、年月日が名前になります。 例えばあの最大判所旧ピリオド旧ピリオドとか書いてあったらあこういう意味です。最高裁大法廷判決昭和月9日ってう、ね、あの最高裁が裁判する場合には大法廷と小法廷に分かれてで大法廷であの裁判する場合は15人の最高裁の裁判官全員で裁判を行います。これは 違憲判決なんか下すときは大法廷でありますで、それ以外の裁判は小法廷この15人の裁判官があの5人ずつ3グループに分かれて第一小法廷第二小法廷第三小法廷とね。あの単に裁判証とか書いてあったあったらこれは小法廷っていいんですでそれから最大決裁決ってのもあるんですけどこれは裁判の種類が判決じゃなくて決定の場合です これはあの訴訟法なんか勉強すると判決と決定の違いが結構大事なんですけど憲法レベルでは判決と決定の違いは重要ではありません。例えばあの判決決の方が決定より重要ということはないですむしろこの「題がついているかどうかこそが大事 <laughs>。判例がないテーマについては学説の通説が正解・正解になります。この通説は あの公務員試験国家総合省の試験ではこれが通説というのが決まってますんでそれを講義の中で紹介していきます。あんまり学説の争いって出,、ね、出ないんですけどただまれに出るものもあるので例えば国政調査の法的性格だったりとかそういうものは当然講義の中で全て、えー、紹介していきます。であのこのあと択一が終わったら今度は記述式試験でもあるんですけど。 とにかくです、ね、あの択一の勉強をしっかりやってさえいれば記述は基本的にこの通説判例で書いていけばいいので択一の勉強が完成すればほぼ90%勉強は終わったに等しいのでしっかりこの、えー、持続完成講講座の講義についい。てきてくださいはいそれじゃあ次のページ、えー、今度は板書の3ページです。 はい、勉強の方針なんですがこれから勉強する憲法の分野は大きく前半の人権1人人権権と後半の統治に分かれますで人権は割と初心者でも勉強しやすい具体的な判例の事件を題材にして物語調でやってくるので分かりやすいといす表現の自由とかプライバシーとかねやっていますちょっとねやっぱりハードル高いのが後半の統治なんですね。 これはあの国会内閣裁判所とか超公共団体とかそういうあの行政システムの仕組みをやっていきます。まあ、これは司法システムですけど、でこれはね条文の理解が中心になります。でプラス判例もあるんでこれちょっと踏ん張りどころになります。六法律科目が難しいと言われている理由ってやっぱり専,専門用語なんですよね。 例えば国体って言葉は我々を普通にイメージしたら国民体育体感なんだけど憲法では天皇が強大な権力を持っていた明治時代の政治体制とかなっているだからあのこの講義の中でえ逐一何度でも同じ言葉を、えー、訳あの翻訳していきますんで,でやっぱりテキスト読むよりだけ読むよりは講義を聞いた方が分かりやすいですからね最後まで聞いていただければと思います。次普通勉強と言ったら えー、予習、えー、講義聞いて復習ですねこの随一普通はあの授業を受ける前に予習をやってで講義聞いてで復習をすると大学なんかだとこうなりますけれども予備校の場合には予習はしなくていいですからあの復習をしっかりやってください。 で講義ではハイ,レベルハイレベルテキストを使って復習の時にですねハイレベル演習をしっかりやっててください終わったテーマについてで、えー、プラス模擬試験を受けて過去問で足りない部分を補っていきますそしてですねやはり情報を集約化していくことが大事フィードバックをすることがフィードバックの対象はテキストでもいいしそれからあの この講義では私の講義の場合各回の一番終わりの方に択一の,の選択肢を成分化した正しい文章にしたチェックシートって載せてますんでちょっと版書の11ページ開いてください。こちらです、まあ、例えば今回の法の元の平等についてはこんな感じで、ね、平等権って書いてあるねこれ全部択一の選択肢を正しく直したものです。それであの例えばここで、えっと、これがいいかな。 一番最初に言える存続殺事件親殺しを重く処罰する目的自体は合憲だが程度が重すぎる点が違憲である。でこの前半部分についてナンバー5の選択肢5そしてこれはちなみにですねこれが「00」とかになってると2000年って意味です。12って書いてあったら2012年って意味で。大体わかりますよね。19861990199320142018。1990 1993 2014 2018 この感じになっていますで。例えばこの1984年のナンバー25の5っていうのはこういう意味このハイレベル演習問題集のナンバー25ナンバー25の528の2二かごめんなさい早速あすみませんこれねあたまにこういうミスがありますんでナンバー28の2見てみましょうかはい。 ナンバー28の2これね存続殺人事件ナンバー28の2です。であのー、すいません今ちょっと言い訳じみてますけどこの一番下のところに書いてあるんですけど例えば復習はこんなふうにしましょうってざっくりとしたイメージなんであの語、ー、色ないようにしてるんですけどねたまに今みたいに語色あるんで、えー、まあ、あのー、本問題集と照らし合わせながらね 扱っていいただければと思いますこんな感じでそれあとはねこの ABCDEFG はこれは各あのテーマ一番最初の精神的中が A ですねで 1A の 1A の2こう続いていきます。でこれの使い方なんですけど復習の時にこういうふうに何番、えー no. 28の2をまずやって1990年次に29の2をやって1993年って感じでやってっていただいて。 でそれでこう使ってていただくのがまままずず一つ足にチェックしていきますそれから直前になったらねあのパッと見た感じあのこういうところは明らかに大事なんですよねところがこういったところはあんまり重要じゃないって分かるからメギハ針がつけられるっていうのがポイントでだからこういったこう薄い仕様にフィードバックしていくことが大事になってきます。はいっって言った点で使ってください。はいえー、それでは次に はい、今言ったことここ書いてありますね。えー、本番直直前見すすものを準備することハイレベルテキストでもいいし演習問題集にいろいろ付け加えてもいいし今みたいなチェックシートをねいろいろ書き込んでいって薄いものを直前に見ればいいようにしてもいいしね。はいそれじゃあですね、えー、いよいよこう中身に入っていきますがまず全体構造を見ておきましょう、えー、先ほど申し上げたように、えー、憲法は人権と統治で前半人権やるんですけどあらかじめ統治の仕組みもお知っといた方がね えー、理解が進みままますすからこれについてまず説明しときますそれではこの図2ですが動画で見ていきましょうまずそうですね例えば最近あのスマホを駅のプラットフォームでやってて危ないってことは結構あ,るありますけれどもじゃあね国会議員が屋外でスマホを使ったら逮捕して2万円の罰金とかとんでもない法律を作ったとしますよね。 この法律を作るお仕事が立法権法律を作ることを制定と言いますこの立法権が41条によって国会に与えられていますしかし国会ができるのは法律を作るところまでで実施するのが内閣などの行政機関ですで65条によって内閣には行政権という国会が作った法律を執行実施することですする権限が与えられている そうすると例えば、えー、屋外でスマホを使っている人がいたら内閣の顧問であるお巡りさんがすとんでって逮捕して2万円の罰金を取る、ね、でそうすると我々国民これは皆さんだとしますスマホを使う権利を持っているわけです人権を、まあ、財産権っていいますけどこんな立法や行政は人権侵害で違憲ですでそうした時にただ違憲だって言っても人権は救済されないのでそして出てくるのが第3の裁判所的て 裁判所は76条1項で使用権これは裁判をする権限とあともう1項81条で、えー、違憲審査権国会の作った立法や内閣の行政が憲法に違反しないかどうかを審査する権限が与える2つお仕事持ってますね国会の作っ。た立法や内閣の行政が 憲法に違反しないかどうか審査する権限を持ってますで、違憲審査をする場合には大体丁寧に審査する場合2段階で審査をしますでそもそも国会がこの法律を作った目的が違憲じゃないかどうかここで違憲だったらもう違憲審査終了で違憲と判断しますもしこの目的が合憲だったとしてもその実現手段に行き過ぎがあったりとかしたその場合には目的は合憲でも手段は違憲ということがありますね はい。でこのように国家権力が国会内閣裁判所と分かれていること、これを権力分流と言います。この権力分流を勉強するのが括弧にある統治ということになるわけですね。それ、皆さんがまず勉強する判例っていうのはここの人権侵害を裁判所が異見審査したその判例を勉強していくわけ。っていうことを言いたかったわけです。ちなみにこの図を見てわかるように異見合憲が問題になるのは 国家と国民の縦の関係だけです仮にですよ国民 B さんが国民 A さんのスマホを盗んだとするこれを違憲とは言いません確かに人権を犯されているけれどもあの憲法だけで全てをやるのは無理なので憲法や文が古文である民法や刑法法律たちにね横はお前たち頼むみたいな感じで法律の担当になりますだからあの B さんの A さんのスマホを盗む行為は違憲じゃなくて 法律違反だから違法になるわけですね。ただ、まあこういうことを勉強していくわけです。そしたら次に、はい、版書四ページを開いてください。だいたいあの過去ここそうですね、ええ十五年ぐらいでどんなテーマが出てるのかっていうことを一覧表にしてみました。 でこれ見てみるるとす、ね、すごく傾向がはっきりしててんですよこれ見てわかるようにほら人権が、えー、全6問のうち最初の3問ぐらいで出て大体国会一般と内閣一般とそれから証券権が出てくるみたいなあるいは証券権の代わりに長寿司が出たりとかでそうするとここを勉強しなきゃいけないっていうのがよく分かってきますよね。これ見てわかるように憲法で一番よく出るテーマは国会ってことになるわけ。ね、次に内閣裁判所この感じ次で人権みたいな。 人権の中でもよく出るのが表現の自由とかこういう感じになるわけです。ね、はいそれではこの判例の覚え方なんですけれどもそれでは番書5ページの一番上図3を見てくださいまずは先ほどご紹介した十11大違憲判決を覚える。 それで、えー、皆さんが未知の判例を見た場合それは違憲判決じゃなくて合憲のはずですよね。見たことない判例なのに違憲って書いてあったらそれだけで結論切れるわけです、ね、例えばまあいいやこれ後でねちょっとやりますけれどもはい。で未知の判例は全部合憲まずはこうやって問題を解けるようにしてください。 で次いで問題集も使って、まあ、国家総合試験の場合には、ね、やっぱり理由付けもちょっと聞かれてくるんであの優先度としてはあの結論を覚えるのが優先ですけど次いで第2弾で理由付けも覚えていくこんな学習経過になってきます。はい、それからですねこれからまず早速いつまでも抽象的なことを言っててもあれなんで、えー、意見判例とかやっていくんですけどね。でその前に あの裁判所が意見審査によって人権侵害を救済するためにはあの憲法にある特徴が必要です。これが憲法の最高法規制、じゃあ図4を見てください、憲法の最高法規制、これは憲法9、えっとね、テキストでは4ページ、だこあんまりはっきり書いてないんだよね、条文では98条に書いてある、98条をちょっとご紹介しましょう。こういうい条文です <laughs> この憲法は国の最高法規であってその上記上記って条文のことです憲法の条文に反する法律などはその効力を有しないんだこれが最高法規制ですこれをちょっと図にしてみましたじゃあまた版書5ページに戻っていいですか 日本の国の中にはまずざっくりと4種類のルールがあります。名前とそれから作る人が違います。まずは憲法。次、第2順位が法律。第3順位が命令。一番最下位が条例です。憲法は主権者、国民が作ります。で法律は あ、国民の代表機関国会が作ります。命令っていうのはね。皆さんが知っている命令とはちょっと違うんですよね。行政機関が作るルールのことを命令って言います。これは法律区分の人は行政法で行政立法のことこで詳しく習います。地方公共団体自治体が作るのが条例です。で、これは名前が違うだけじゃなくて作る人が違うし、上下の序列関係があります。で、下のルールは上のルールに違反することができない。これなぜかというとですね。 国国会は法律によって国民の権利を縛ることができますそれはなぜできるのかというとさっきの41条で国民が憲法を作るきに41条で人権制限してもいいよって仕事を法律に任せたから任せたことを受権委任と言いますそれから命令行政官が作るルールでも人権を縛れるんですけれども。 それもなぜできるかっていうと今度は国会が命令に人権し縛ってもいいぞっていうふうに受験委任しているからです。受験委任されていれば人権制限をしてもこのピラミッドの中に収まっている。だからところがもし、えー、憲法で保障している人権を犯したら受験委任の範囲を超えちゃうことになりますよね。でそうすると無効になります。無効っていうのは たとえ条文が残っていても、公務員はこれを無視していいってことです。例えば、えー、スマホを使ったら屋外で使ったら2万円の罰金。こんな法律は一見無効ですから。屋外でスマホを使っている人も、いかいてもお前さんは逮捕しない。で、これでスマホを使う権利が守られる。これが最高法規制ですかね。はい、それではこれからその、えー、具体的にね、最高法規制が 人権を守った例というのやを次のユニットでやっていきます。はい、それじゃあこれで前置きユニットワンを終了します。